町着物チャンネルです。今日は、実はですね、お家で、お荷物を待ってました。もうずっとね、待ち遠しく荷物を待ってました。数ヶ月前、6月だったと思うんですけれども、6月に元町のおべべほほほさんで、購入しました。私が初めて作りました木綿着物をおべべほほほさんで作らせていただいたんですね。そのお着物が届きました。で、今日はその開封動画です。もう待ち遠しくって、今日届きますという連絡があったので、届くまでの間に帯をですね、どんな帯を合わせようかと思って帯をあれこれ引っ張り出してお待ちしておりました。で、今から開封します。今日はおべべほほほさんの開封動画です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、おべべほほほさんからお荷物が届きました。これを開封していきたいと思います。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、このようになってます。そしてここにちゃんとクッション材が入ってました。はい、こんな感じです。ね、丁寧に梱包してあります。よいしょ。さんのね、いつもこのね、風呂敷に包んできてくださるんですけど、はい、それでは開けていきます。わあ、ドキドキ。さあどうでしょう。さあドキドキ。はい、ドキドキですね。どんなでしょうか。出来上がりました。皆さん、こんな感じです。出来上がりました。片貝木綿、片貝木綿です。はい、これが残布ですね。残布、はい、そして、はい、こんな感じです。わー、嬉しい。見てください、素敵。とても素敵ですね。はい、今日はこれにどんな帯を合わせようかと思って帯をいろいろ出しましたので、ちょっとそれも合わせてみようと思います。これからちょっと帯を合わせてみようと思います。はい、こんな感じです。帯をたくさん持ってきました。よいしょ。帯をね、今ちょっとたくさん持ってきて、どれが合うかなって、どれが合うかなと思って帯をこれから乗せてみようと思います。あまりにも素敵でちょっとびっくり。こんな感じです。私の顔に乗せるとこんな感じになります。はい、ちょっとね、これからこのお着物に帯を乗せてみようと思いますね。で、ちょっと皆さんも一緒に見てください。どれを、どういう帯が今の時期に合うかなって。はい、生地はね、もうこんな感じ。あのね、とても着やすそうです。今のこの、夏から秋に向けての時期にはもうぴったりですね。で、これにどんな帯を合わせようかなというところで、今日これからやっていきたいと思います。いろんな帯をちょっと持ってきましたので、ここにね、ここにもう帯たくさん持ってきましたので、ここにある帯をちょっと載せてみようと思います。
はい、九寸の炉の帯なんですけれども、お茄子とかお野菜の柄が入ってますので、これはね秋に締めるのがいいのかなと思って、秋に向かう時にいつも使ってるんですね。九寸の炉の帯ですね。はい、これでも合いますよね。はい、これは8寸の鉄板。見て、これは鉄板でしょ。8寸名古屋帯ですね。これはぴったり、これにはバッチリ合いますよね。で、質感もね、サラッとしてて、そうですね、本当に秋口一重の時期になった時にこれは使えますね。春先でもこれはいい帯ですね。はい、こんな感じ、はい、こんな感じでも合いますよね、はい、こんな感じね、こんな感じでも合うし、はい、春先だったらこんな感じの帯だと春先にはいいのかなって、白っぽい帯だと春先に、春に向かっていくときはこういう白い、こういった感じの帯が、これは博多です。博多の帯ですね。あとこれも博多です。こんなのでも素敵なのかなと思いますね、はい、こんな感じ、こんな感じですね、はい、それとそうですね、これもこれには色的にもバッチリ合いますよね。これも博多です。こんな感じな感じもこの着物にはバッチリ合いますよね。こんな感じ、はい、それと次はこれ、はい、これもね私秋口によく使うんです。でなぜかと言いますと、ここにねほらお茄子とか白菜とかお野菜が入ってますでしょ。なのでこれはねやっぱり秋に向かっていくときにはねよくこれは締めます。でこれは九寸名古屋帯ですね。お野菜の柄、お野菜とかね、はい、こんな感じの、これでもバッチリ合いますよね。これでも合いますね。さあどんな帯を合わせましょうか。それとですね、あともうちょっと秋が深まったらこんな感じはどうでしょうか。こんな感じね、こんな感じでも合いますよね。こんな感じでも素敵ね、とても素敵です。これは8寸ですね。8寸名古屋帯、こっくりした感じです。もうこれはねちょっと秋が深まってきたかなっていう時にこういう帯はいいかもしれないですね。これでもバッチリ合いますね。こんな感じ。あとやはりピンク、これだとどうだろう、これだとちょっと強いかな、これだとちょっとこれが強すぎちゃうかもしれないですね。うん、でも合わなくはないですよね。これもちょっと秋が深まってきたらこんな感じでもいいですね。肌触りもねちょっと毛羽立っててあったかい感じがするので、今はまだこれはちょっと早いと思いますね。こんな感じでもいいですよね。それとあとこんな感じ、こんな感じでももうなんてことはない、こんな感じでもいいのかなと思いますね。まあ、格子に格子なのでどうなんだっていうのもありますけどね、格子に格子なのでどうなんだっていう感じもありますけど、こんな感じでもいいですよね。はい、あとこれはね両方使える帯なんですけど、はい、こういう、これも8寸ですね。8寸の
これはね両面使える帯なんですけど、無地、無地というかのこう折り模様があるので、無地と言ってもね変化があるので、とても趣のある帯なんです。これがね実はね、裏も使えるんですよ。ほら、この色も素敵でしょ。こっちも使える。この色で締めても素敵ですよね。こんな感じで締めても、はい、こんな感じで締めても、これもねちょっとこっくりしてるので、分厚くてねこっくりしてるので、これももうちょっと寒くなってきた時がとてもいいんですけれど、こんな帯でも素敵ですよね。こっちの色でもいいですし、ね、こっちの色でも、ね、どっちでも合いますね。これは、はい、どうしましょう。とてもね素敵なこの、どの今日は帯をしたらいいでしょうか。困りました。さあどの帯をしましょうか。今の時期ですとどの帯がいいですか。さあさあ困った。さあ困りました。ですね、これからですね出来上がった、片貝木綿のお着物を着てみようと思います。今日はねおうち着物で、こちら絞りの浴衣を着ております。でおうち着物なので、もう本当に簡単に貝の口結びでキュッと締め上げてますね。もう本当におうち着物です。足袋も履かずに、今はね浴衣なので、浴衣でお家で過ごしてるので足袋も履かず裸足です。そして、浴衣を短めに着て、そして貝の口の代わり結びでキュッと締め上げます。はい、こんな感じで今日は過ごしておりました。それではこれから今日、これからちょっとコーディネートしたものを、着てみようと思います。それではどんな風にコーディネートしたか見てみてください。もうね大変でした。今ねまず帯をどれにするのか決めてから、まあ帯締めと帯揚げをどうするか大変でした。帯締めと帯揚げをどうするかが大変でした。ちょっとね2種類組んでみたので見てください。1つ目のコーディネートはこんな感じで組んでみました。あのね帯揚げがねすごく苦労したんですけど、もうグレーにしましたね。あんまりその主張しないようにということでグレーにしました。帯揚げは一組目はこんな感じです。ちょうどね今の時期に今っていうか、9月終わり頃のコーディネートって感じですかね。まだね暑さがね9月終わりだと30度ぐらいありますよね。感じです。はい、これが一組目のコーディネートですね。もう一組のコーディネートがこんな感じです。組んでみました。いかがでしょうか。ちょっともうちょっと秋が深まったらこんな感じで着たらどうかなと思うコーディネートですね。こんな感じです。はい、2種類コーディネート組んでみました。これからじゃあどちらをね着てみようかなと思うんですけれども、
どちらのコーディネートをね着てみようかなと思うんですけれども、はい、早速こちら組んでみたコーディネートを着てみようと思います。はい、おべべほほほさんで作らさせていただきました片貝木綿の、片貝木綿のお着物を着てみました。こんな感じです。はい、これに帯を締めていこうと思います。締めてみましょうかね。ゴミ袋でくるりんぱで、ゴミ袋を使って前結びをしたいと思います。それではいつもの通りお腹の周りにゴミ袋を巻きます。特に今日みたいな木綿の着物っていうのはあまり滑りが良くないので、ゴミ袋を巻いておくと前結びをした時に前で結んだものを後ろに回しやすいと思います。で、今日もこちらお太鼓止めを使いたいと思います。お太鼓止めを使って前結びをしたいと思います。少し早いのですが、こちらね少し早いのですが、ちょっと秋がちょっと深まった時にこういう帯をしたいなと思いまして、この帯を締めてみたいと思います。これは八寸の名古屋帯ですね。八寸の名古屋帯です。肩に沿って、お腹の周りに二巻きしますね。はい、お腹の周りに二巻きしましたら、はい、お太鼓止めを使います。一番上巻いてきたものと、その下のねこの2枚をこのお太鼓止めで留めておきます。この2倍だけをお太鼓止めで止めます。そうするともうこれがね、こちら手離してももうこれが緩みませんので、はい、そしたらこれを下ろして、どちらでもいいんですが脇に避けときます。そうしましたらば、これお太鼓の柄をねどこ出そうかなって、こうどこ出すのがいいかなって考えてみてください。で、高敷物工房さん の薄型の方の枕に、帯揚げをかけてゴムで留めてあります。で、これをここの太鼓どこを出そうかなって、こんな感じでいいですかね、はい、そうしましたらばここに乗っけます。後ろで結びますね。後ろで結んでおきます。はい、後ろで結んでおきます。そうしましたらここの中の始末をしましょうか。ここの中に、私はここの中はこのようにここが三角になるようにこのようにまとめておきます。そうするとお尻のね腰のへこんだところの補正になりますので、このようにしておきます。そして仮紐を使います、はい、仮紐を使ってお太鼓の下線を決めます。この辺でいいかなって、でスリスリスリ、これぐらいでいいかなって、お太鼓の大きさはこれぐらいでいいかなって、はい、ここでしっかり確かめて後ろに回して、はい、前に持ってきます、はい、仮に結んでおきますね。そしたら手先をこちらに入れます。名古屋帯ですので、ここ外側1枚ね、外側1枚のところに手先を
て、はい、こんな感じですね。はい、こんな感じです。いい感じですね。そして帯締め、帯締めはね、ちょっとこっくりしたグリーンの深い色の帯締めにしました。今日はね、あえてちょっと帯留めとか使わないで帯締めだけでやります。よいしょ、帯締めも後ろで適当に結んでおきます。で、ペロンとめくって、はい、これ外しときますね。これはもう外しちゃいます。で、ここでポイントが、ゴミ袋を思いっきり広げときましょう。ゴミ袋を広げとくことがポイントです。そしてお袖をめくって、いいですか、回しますよ、襟の方向に。でも全然つるって回るから、いいですか、おいしょでしょ、ほら、おいしょでしょ、おいしょ、こんな綺麗に簡単に回ってしまうんですよ。このように回ってしまうのです。おいしょ。そしたら一番最初に何をやらなきゃいけないかと言いますと、この枕の紐を縛っちゃいましょう。はい、枕の紐です。で、これもね、高敷物工房さんの枕紐なので、ジャージの生地みたいなので全然食い込みません。入れちゃいます。で、これを針にね、ここに結んでおきます。はい、それでは帯締めですね。で、これ後ろペロンってなってるので、ペロンって下に下ろしましょう。で、お太鼓の手先の下線がお太鼓の下線にしっかりくっついてないと、そうするとお太鼓が綺麗に見えます。それでは帯締めですね。はい、おいしましょう。長さを合わせて、はい、ここまで来たらゴミ袋を外しちゃいます。ゴミ袋は外しちゃいます。どっからでもツルツル抜けちゃうの、ほら、こうやってこうやって抜けてしまうのです。だから、このゴミ袋は本当に便利。こんな感じです。はい、こんな感じでできました。はい、出来上がりました。こんな感じです。いかがでしょうか。素敵ですね。どうです、片貝木綿、こちらが片貝木綿のお着物です。もちろん、ま、木綿の着物なので一重仕立てです。はい、こんな感じです。どうでしょうか。素敵ですよね。素敵です。こんな形で出来上がりました。こんな感じで出来上がりました。いかがでしょうか。こんな感じです。素敵ですよね、片貝木綿ね。おべべほほほさんで初めて木綿の着物を作っ
作らさせていただいたんですが、いやとても素敵ですね。でこれ洗えるっていうところがまたすごいですよね。木綿の着物なので自分で洗えます。はい、こんな形で出来上がりました。素敵ですね。もうなんか早く着て出かけたいんですけど、まだね外がねやっぱり30度もまだ30何度もありますと、さすがにまだこれは着れません。まだ暑いと思いますので、これはちょっとまだ着れないですけど、9月の末ぐらいになったら着ようかなと思いますね。はい、こんな形で着てみました。いかがでしょうか。素敵ですよね。はい、こんな形です。いやもうなんかすごく早く着て早く着て出かけたいです。はい、はい、今日はおべべほほほさんで6月に購入したお着物が出来上がってきて、そちらの開封動画とコーディネート着てみました。こんな形です。今日はねこのコーディネートでしたけど、また違うコーディネートも、ブルーの帯のコーディネートも別の機会にお見せしたいと思います。とてもね素敵に出来上がってきてとても嬉しいです。はい、今日の動画はいかがだったでしょうか。よろしかったらいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。また見てください。